はい、どうも皆さんこんにちは、永井です。本日はナイフで狩りということでやっていきたいと思います。できっかなできっかな、これ。まあいいや、とりあえずステルスモードで歩いて、さりげなく蝶々が飛んでる、かわいそうだけど後ろから近づいて、撃つべし無理だろしかも蹴ったし、こいつ。あの鳥とかさ、いけたらかっこいいけどね。いや無理でしょ、だってもろバレてるもんね、これ。もう行っちゃう行っちゃう行っちゃう感じ。無理だね。なんでなんでちょっとなんでよ、ちょっと何俺なんか悪いことした？今何もしてないよ、まだ何の危害も加えてないよ。ちょっとデカめのナイフ持ってただけじゃないの。なんでよ、ちょっと信じらんないわ。とりあえず逃げましょう。あ、ここ渡れっかな、渡れっかな。行けよーメサ、行ってくれ頼む。行かない、行かないけど、とりあえずここにいたらバレないでしょ。何あいつ、米軍が来ちゃったの？米軍来ちゃってんじゃん困ったな。しかもあいつら結構縦横無尽に探し回ってるぞ。行ける？大丈夫？これ結構あいつら縦横無尽だよ。なんかの当てがあってやってんだったらわかるけどさ、何の当てもないんじゃないのあいつら。だって普通に湿地帯の中入ってきてんじゃん。いやー、ちょっと早く早く見失えよ。みんなこっち見てる、みんなこっち見てるよ。あ、バレた逃げます。お前ら撃つのいい、撃つの強い、撃つと強いからやめてよ。何の動画だよこれ。もう本当にもう、よし隠れよう、隠れま、あーダメだ、この距離だと隠れてもすぐバレちゃうよね、ここ。だからよいしょ、ちょっとちょうだい。助手席側から奪った方が微妙に早いの知ってました？よいしょ、はい、逃げてきちゃったな。どうしよう、マンハントということで。だからなんでだよ、なんでだよ、俺何にもしてねえじゃんだから、なんでだよなんで？なんで星ついた今？何？今逃げ切ったよねだって。え、気のせい？俺の気のせいだった？今逃げ切ったの。あのデカナイフが良くないの？もしかして。あれって何？なんか持ってちゃまずいものなの？だったら割れ瓶でやってやるよ、今度。割れ瓶でやるから。なんでだよ？今のおかしいでしょ？何？格好が悪い？もしかして。ヒゲ面のおっさんがコナン君の格好してたらいけないの？もう理不尽だね。いきなり星2ついたよ、だって。なんだよ、ナイフ出したらこうなんの？おかしくない？ほんとにもうなんか来てるし、なんか来てるし、もう、はい、じゃあ割れ瓶でマンハントということで、このブドウ畑ですかね、これブドウ畑の人を後ろからススッとステルスでやっていきましょうか、コナン君。はい、割れ瓶、
割れ瓶で捨てるスキル。あ、ブドウの季節だーなんて。ブドウの季節じゃないのかな。この辺にいるんじゃない。おい、いたいたいた。後ろから忍び寄る影。捕らえた。いけ。あ、音出ちゃった。よいしょ。ちょっとグロいな殺し方が。これ殺し方、これでステルスとかできんのかな。ここは乗り越えらんないか。また探そう。あれ人かな。あれ人だね。じゃあこっちから回ってった方がいいな。後ろからロックオンできる。この距離まだできないか。お、ロックオンした。後ろから行け。いや、ステルスって変わんねえじゃん。変わんねえか。素手だったらどうなのこれ。素手首バキとかやんのかな。バイスシティストーリーズだったら首やりましたよね確か。ステルスキル、後ろから忍び寄ってバキっていうような。音がグロかったけどねあれ。いけいけ、いった。うーん、ステルスっつうのかな。これ死んでないでしょだって。まあいいや、ついちゃったから逃げます。いや今日は何の動画だろう。まあいいや、とりあえずステルスがしたいっていう感じの題名かな。ええ、というわけで逃げ切ったら終わりにします。なんだろうね、やっぱナイフが良くなかったのかなあれ。だってほんとナイフ出してただけで星2つきましたからね。なんだろう、やっぱナイフでかすぎか。あれでかすぎ就労者か。なんだそれ。アンドレザージャイアントが働きに来たみたいな。でかすぎ就労者って。よいしょ。じゃあ逃げるか。このねステーションワゴンが本当に好きなんですよ私は。こういう車欲しいなって思ってるぐらい。将来ね。うん、ただ燃費はそんな良くないでしょうね。アメ車ですし V8 ですから。というわけで逃げ切りましたので本日はこれにて終了したいと思います。ではでは、うん、次回もまたサンアンドレアスで会いましょう。うん、じゃあ次回はこれでレースやります。